先週に引き続きお越しいただいております輝くゲストは染色作家身の優先作家川村直恵さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします川村さんに先週は優先という言葉それから身の優先というものの魅力をお聞かせいただいたんですが本当に作品としていろんな評価をまあ国内外受けていらっしゃる川村さんなんですが えー、一つ大きなプロジェクトに参加されたということでそちらお聞かせいただいてもよろしいでしょうかはいオリンピック・パラリンピックに向けて「イマジン・ワンワールド着物プロジェクト」というプロジェクト、えー、世界各国をイメージした着物を作るということをやっていました私はその中でコソボ共和国という国を担当させていただきました何人ぐらい参加された方がいらっしゃるんですかはい

200を超えてしまって、ちょっとずつ増えてしまってます。<laughs> はい。その中でコソボ共和国も担当されたということで、はい。コソボ共和国っていうのはご存知だったんですか。はい、えー。コソボ紛争ということで、あのニュースで聞いたりはしてたんですが、実際コソボという国がどこにあるかってことは知らなかったです。行ったこともやはりなかった。 はいなかったです,いいです、ね、その中でこうイマジネーションを高めて染めていくというのはどういった苦労があったんでしょうかはい。えー、まず最初はコソボ大使館に伺いましてコソボが大事にするものをお聞きしたり、えー、写真見せていただいたりしてどんな国かってことを知るっていうところから始めました本来はこのコソボ共和国に伺ってから着物製作に入る予定だったんですが独立11周年記念というのが 半年後に控えてましたのでそれに間に合わせてほしいという大使のご要望から大を作ることになりました独立10周年11周年ですかはいコソボという国ができてそれだけ年月が浅いでももともと地域的な歴史はやはり長いですもんねそうですね、うん、本当にいろんな苦労あり国民が平和を願った国なんです マザーテレーサもわざわざコソボまで行って祈りを捧げたっていうくらいとっても神聖な国ですその中でコソボのどういったものをこうモチーフとして作品を作られたんでしょうかはいコソボ大使館で見せていただいたのはまずコソボにある図書館なんですこちらの図書館がちょっと変わったドーム状の形をしてましてまあ珍しいなと思ったことからこれモチーフにどうですかって言われました。 あとはコソボの伝統的な衣装なんですが、ドレスに用いた刺繍です。これを使ってほしいということを言われまして、えー、もう一つは橋が有名だということで、何か橋を入れてほしいと言われました。あと一番メインが、この中にドグのようなものが書かれているんですが、 こちらはコソボがこう神様として代々長い歴史を大事にしてきたものなんです。キネシャと言います。あのコソボのモチーフでいろんなあの柄を作られたと思うんですけども、あの色っていうのもこう作品を見ると青い色とこれは黄色と言っていいんですかね。この色っていうのは何か意味があるんですか。これはコソボの国旗の色で表現してほしいというご依頼いただきました。 え、コソボの青と黄色という、この二色しか使っちゃいけないという。その色制限が入りまして、青の色の幅、黄色の色の幅をどこまで出せるかっていうのは。こう、一つの勝負どころでした。そうですね。あの、青色は、何かこう特殊な染料を使われてるんですか。はい、染料の青っていうのは、もうたくさんありまして。えー、色の濃度によっても違うんですが、青も、どのくらい、二十種類ぐらいあります。 そういう色を全部変えて作られたんですね。はい、はい、青3種類ぐらいとで他の色とのこうミックスになってくるんですが、おそらくそうですね。やっぱり20種類ぐらいです。<laughs> ねぜ,えー、ぜひあのホームページ等で検索していただいて、うん、このコソボの着物の鮮やかさとこうデザインっていうのを見ていただくといいですね。はい、ぜひご覧いただきたいです。続きはお知らせを挟んでお聞きします。 藤本修二の電子体対ここで電子体で開催されるイベントをご紹介いたします。12月5日土曜日、6日日曜日は熊谷木八による月齢賞味会が開催されます。クリスマスにちなんだメニューと美容ワインをテーマにお食事を楽しみます。そして電子体ではご予約なしでお気軽にお召し上がりいただけるランチをご用意しております。 夜はご予約が必要ですが創作和食のコースやすき焼きコースがございます個室が3室と広間が2室ありますので安心してご利用いただけます四日市にお越しの際にはぜひお立ち寄りくださいそこで今月も抽選で8組16名様に4400円相当のペアランチ券をプレゼントランチは4種類から選べます応募方法はお名前 ご住所、電話番号をご記入の上メールアドレス電七アットマーク都会 radio.co.jp d e n 数字の7アットマーク都会 radio.co.jp までご応募ください番組のご意見ご感想もお待ちしておりますイベントの詳細やお申し込み営業に関するお問い合わせは電子製のホームページや 公式フェイスブックにてご確認ください引き続き染色作家美濃友前作家川村直江さんにお話をお聞きしますコソボの民族衣装というものがあるんですか はい、染色とは全然違うものになるんですか？どちらかというと織物ですね。その折ったり縫ったりして、その柄を作るというイメージです。その海外でまあ、例えばコソボに限らずだと思うんですが、この染色という技法というのが。 どのぐらいこう使われている技法になってくるんでしょうかえ面白いことにこう日本で染色という技法は有善染めや型染めなど柄の銀角をチコや米ぬかなどを混ぜたこう糊というもので描いていくんですがこれは日本でしかやられてなくて海外はその輪郭を老血染めという技法でローで描いていっていますバティックと呼ばれていますがこれしか日本以外表現されてないんです そのリとローの違いっていうのは何かあるんですかローは溶かしたものを筆に染み込ませて書いていきますので、まあ、きちっとした線ができますノリも、まあ、きちっとした線なんですがローよりも柔らかみのある感じになりますなんかこう剥がしやすいとかそういったこともあるんですかそうですねノリは水洗いですっと取れるんですが ロを剥がすのは大変であなかったり、逆にそういう剥がしやすい糊だからこそ川村さんの作品のようないろんなこう色を重ねていくっていうこともやりやりすすくくなってくるんですかねこの色や柄を重ねるということでこれはロケツ染めでものりでもどちらでもそんなに変わりはないところではあるんですが。 やっぱり自在にこう柄を染めて落としてで、またその上から色を重ねてっていうところで、こうのりですと、次にのせる色は弾かないんです。それに対してロケツ止めは、ロケツ染めはロケツ染めをした後に色を塗るとその色は弾いちゃうんです。まあ、いろいろ実験をしてみて、時々ロケツ染めも使っていたんですが。 色がのせづらいということで今は完全に糊だけで表現していますコソボの方でお披露目はされたんですかはい、えー、出来上がった後にコソボの国に持って行って展覧会を開催しました例えばその時には他の作品も持って行かれたんでしょうかはい他の作品も持って行きましたコソボのオリンピック協会の会長さんやたくさんの国民の方にご覧いただけたので本当に あの私幸せな時間をいいただいてます前回の放送でもこんな話が出ましたけど「あの運ぶのが非常にコンパクトに済んでます」ということで言っていらっしゃったんですが例えばこう油絵など額に入ったものは海外で展覧会があるってなりますとまず輸送費が本当に大変でまた物も大きいということで当然それをスーツケースに入れて運ぶなんてことは不可能なんです。 でこの布というものはすごく小さくなりますので、例えばこう三十点飾りたいって時もその三十点がコンパクトにくるくるっと丸めてスーツケースの中に入っちゃうんです。三十点全部入ってしまいますか。そうなんです。しかもその八メートルとかの作品まで入ってきますからね。入っちゃうんです。入っちゃうんですか。<laughs> あの以前ニューヨークで個展を開催した時にギャラリーの会場にスーツケースで作品を運んだんです。 でまあ、オーナーの目の前で作品がスーツケースからどんどん出てくるっていう場面があったんですが <laughs> もうまるでマジシャンの鳩のようだと言われまして <laughs>、はい、本当に驚かれました <laughs> 色とりどりの布がどんどん出てきてそれが大きくなってもう,う,こう棒一つで取り付けられるっていうそうですよねはい、うん、本当にそれは <laughs> 思い出深いことです、はいはい この着物っていうのもまた、えー、普段の作品の中でそういった着物として作られることもあるんですかはい、えー、着物はオーダーメイドなんですがご依頼いただいた柄や色などそういったものを着物で表現するということもやっていますではなんか短物という形で納品されたりとか、うん、はい短物を借り絵場っていうんですがある程度形になった状態で納品します 着物でいうと帯とかそういった部分もされたりしますかはい、えー、帯もそういったグラデーションを用いた帯などを制作しておりますやっぱりこう一つの抽象絵画のようになってきますのでとても面白いと皆さんからご感想をいただいてます話がつきませんけどもそろそろお別れの時間となりました次週も染色作家、美濃友善作家 河村直哉さんをゲストにお迎えしてお話をお聞きします。河村さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。